では前回、世界線を越えて追ってきた花の魔獣を討伐し、ボス部屋の鍵をようやく入手、デクナッツを謎の白い粘子で虜にしてしまうボスの討伐をするところの続きからやっていきます。扉はいいから早く燃やすんだ。ゴーマさんはちょろかったけど、こっちは巣を作ってうざい動きするん。トワクリを思い出した。そういえばゴルドゴーマは目玉ビームなかった。っ足に通電スイッチついてるから電気当ててみよう。雨を降らすと巣が燃やせないし、相手に使う属性が多すぎる。特定の場所以外にダメージ入らない敵とブーメランは相性悪めか。
したらすぐ攻撃してくれるスタートナップレベル2でいこう。トリー君の影見てるとこりゃ距離感バグるわってくらい光源が斜めなのがわかる。トリー君のポニーテールがようやく伸びた。これでコスト5解禁か。今更出てきて何どやってんすか。
みに耐えてよく頑張った。感動した。証もらってください。くらい言えんのか。じゃあ大いなる力は別に取られてないんだ。そういえば女神は捕まってなさそうだったけど、それなのに生還してたの？捕まってるかい。それで証を授けるとか言ってたの？ちょっと恥ずかしい。コスト5の魔物デッカーン、そして影がやっぱり気になる。また文句を言われたらハイラル王国として森を更地にするよう動くところだった。んぴんぴ。トリー君の棒についた糸の匂いかな。お礼にスムージーおごるピーって誘うくらいしてくれてもいいだろう。私はもうこの地に関わらないで済んでよかったですわ。そういえば操られてたみたいな要素一切なく、素であの行動するデクナッツやばい。コスト5、別格で強い。
ダメージは受けるけど、感電も無効なの強い。最大強化なのに選択肢残り続けるの？ゲージが伸びて、さらに時間で一定回復ならよかったのに。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。動画がお気に召しましたら、マイリスト、チャンネル登録をしてくださいますと喜びます。